はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスキです。今回はゴレホグにバルキリーを数体混ぜた編成、こちらをお送りしていこうかなと思います。まず1本目のリプレイは破壊神さんのリプレイでございます。破壊神さんはタウンホール9序盤でございまして、そしてヒーローレベルもですね、まだ10代前半といった形でございます。なので結構ですね、ゴレビズパート進行遅くなりますので、バルキリーを数体混ぜるだけでも結構進行具合変わってきます。あとはババキン工事中の人もですね、ババキンの代わりにバルキリーを数体混ぜるだけでもですね、結構似たようなゴレホグになりますので、おすすめでございます。というわけで見ていきましょう。はい、5時方向ですね、ゴレクイで施設を削っていきます。アチャクイのレベル11ぐらいなんですけれども、これぐらいの施設レベルでしたら結構ゴレクイできたりします。そして今回はゴーレム3体編成でバルキリーを3体混ぜたゴレホグになっております。そして援軍処理のタイミングですね、こちらですね、ゴーレムでしっかりと相手の援軍を釣ってターゲットを取ったタイミング、そして、オイビズと、そしてアチャクイが援軍に対して攻撃するタイミングでババキンとバルキリーたちを入れていきます。そしてレイジをかけて一気に加速させていきます。そうですね、今回はエディタンとか、あとクランの城クロスボウなど HP の高い施設が混ざっておりましたので、なので今回はですね、バルキリーを数体入れたゴレホグ、こちら選択されたんだと思います。自分が結構動画にするゴレ4のゴレホグとかはですね、やっぱりヒーローレベルが高くないと結構ですね、進軍が遅かったりしますので、こんな風にですね、ゴーレム1、2体をバルキリーに変えることによって進軍をスムーズにさせるという、メリットがございます。そしてですね、こんな風に裏ホグの容量でなんかグライダーを当てていきます。はい、こんな風にどんどん壊していきまして、でヒーリング2枚ですね、どこに使うのかなと思って見てたんですけども、最終的にですね、これ使いません。ヒーリング2枚残した状態でお掃除タイムといった形になっております。これすごいですよね。ヒール2枚残しで全開っていうのもですね、なかなか見ないので動画にいたしました。いや、うまいですね、破壊神さん。はい、というわけで本当にですね、破壊神さんはタウンホール9序盤でもですね、かなりうまいプレイヤーなので、今後の成長に期待しております。というわけで破壊神さん全開お見事でございます。そしては続いてはですね、タウンホール9終盤のバルキリーを数体混ぜたゴレホグ、こちらを見ていきましょう。続いてはソラボーさんの全開リプレイでございます。今回はバルキリー5体混ぜてますね。もうバルキリー5体入れたらですね、ゴビーバなんじゃねって言われたらですね、もう何も言えないです、何も言えねえ。ただですね、やっぱりですね、ホグライダー中心にですね、ホグライダーにヒーリング2枚使用していって回し切るっていう全開リプレイになっておりますので、今回はゴレホグとして紹介いたしました。今回はゴーレム2体編成のゴレホグになっておりまして、そしてですね、やっぱりバルキリーを数体混ぜるだけでもですね、アチャクイの反対側から攻めることができまして、しっかりと相手のアーチャークイーンに届いて、で相手のアーチャークイーンをぶっ殺すことができますので、おすすめでございます。はい、まずはですね、先ほども言ったようにですね、ゴーレムにしっかりとターゲットを取らせている間にですね、オイビズとポイズンとアチャクイで処理をしていきます。で、ここからですね、バルキリー数体とババキンですね、ここから届きます。はい、しっかりとですね、相手のババキンも処理いたしまして、ここからクランの城の方に釣られていって、そして相手のアーチャークイーンをぶっ殺していきます。はい、しっかりとですね、はい、ぶっ殺せましたね。はい、こんな風にぶっ殺しまして、で、ここからですね、裏ホグの要領でホグライダーを投入していくといった形でございます。はい、今回はですね、12時方向にもうバルキリーババキンたちが行くっていうのをですね、予想できてたんでしょうね。12時方向からホグライダーたちを投入していきます。で、そしてですね、ここで、12時方向の施設、壊すことによって、ここからですね、ババキンとバルキリーたちがしっかりと、終盤まで生き延びまして、外周施設をどんどん削ってくれます。これによってですね、時間切れを防止しております。そしてですね、こんな風にホグライダーたちをしっかりと回していきまして、火力の高いところでヒーリングを使用していきます。やっぱり何度も言っておりますが、バルキリー数体混ぜるだけでもですね、陸の進軍具合かなり変わってきます。なのでですね、どんどん奥まで進行していってくれて、こんな風にですね、巨爆とかもたくさん解除してくれております。で、あとトラップですね、トラップも解除してくれるので、ホグライダーたちにもですね、結構余裕が生まれます。はい、今回はですね、ウィズ島がまとまっております。やっぱりですね、ホグライダーの天敵トラップ以外でしたら、やっぱりウィズ島かなと思っておりまして、やっぱりですね、まとまったホグライダーがですね、まとめてダメージを食らってしまうので、そういったですね、ウィズ島が固まっているようなところにヒーリング落としていきましょう。そんな感じで、あとはですね、お掃除タイムですね。ソラボーさん全開お見事でございます。そんな感じで、今回はバルキリーを数体混ぜたゴレホグ、こちらをお送りしていきました。結構ゴレビズパートの進行具合変わってきますので、騙されたと思って試してみてくださいませ。まあそれでですね、前回取れなかったら、まあ責任は取れないんですよね。まあそれはまあ騙されたということにしておきましょう。はい、そんな感じで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。